やばいやばい。隊長、俺だ。今から砲撃支援の準備に入る。時間をくれ。了解。こちらタンドラ、奥の廃屋に物資を置いておく。自由に使って。すげえ、ここに仕込める。アンバーアイズ、捕らえてるか。に到着。でっかすぎるな。いいぞロボ、座標にぶちかませ。了解ボス。ビッグ、やったぜ。装填する、待ってくれ。群れがそっちへ向かった。No!
ゲットロケーターはどうした？どれだけいるの？全員無事？キンクラは貴族でるわ。こいつはキレがないぞ。え、そのこと？勘弁して。気を使うのか。向こうもそう思ってるぞ。あーだるだるだる。ねえ、こっち来ないの？どこへ行ったの？気がしたの？私が仕掛ける。いやー、めんどくせえ。そうせかすなよ。リロード中だ。やつらだ。囲まれるなよ。装填完了。次はどこに撃てばいい？やばい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 。よくやった。金庫はあの下だ。地下へ侵入する。お前たちは地上で待機しろ。隊長、村の金をベイカー邸のサンプルと比較したんですが、 E 型にあったゲノム編集の痕跡がない。こっちが原種です。まあ、やば、めちゃくちゃ悪い。なんかでかいやついるの。貧困を守る番人か。ロモ、少し手こずってる。お前の手を借りたい。正気か？そこ地下だぜ。天井が開いている。そこから撃て。そっちへ移動する。そこまで信頼してくれ。よし、
ロケーターで指示する。一つだよ。このまま進む。お前たちは上で待機してろ。ミランダがミアに化けてたなら本物のミアは生かしておく理由もないだろうな。だがわからないな。ミランダはどうやってローズのことを知った？金目当てのお友達から。後で調べれば済む。作戦に集中しろ。待ったぞ。これが金庫か。こちらアルファ、金庫を発見した。これで全て終わりにできるんだ。お嫁ちゃんが切れてる。これで ココロックサーバに接続しました。ようやくな。N2 爆弾を設置。この村ごと軽く吹き飛ばせる。すぐに離脱して起爆を。ミランダがまだだ。今度こそ蹴りをつける。このまま進む。了解、待機する。隊長、採取場にミランダを確認した。監視を続けろ。俺が指示するまで手は出すな。今さら言ったところで遅いが、 E さんには全て話すべきだったな。時間がなかった。移送中にミランダが蘇生するとは。だとしても話すべきだったと思うぜ。そうだな。まさ遅いよ。これはミランダの研究室。カデュー、こいつで BOW を操ってるのか。ハズー適合。ああ、カール・ハイゼンベルグ、極めて良好、知能に問題なし、胸部にしびれ、炎などの強電魚に見られる発電機関と同様の臓器が形成されている。この機関は脳神経と直結している。リバーの器にアフテキ全部あるんか。多分サルバトーレモローティアイ低い印知能低下が見られる。内臓組織の変質が激しく、エラや浮き袋に使い臓器が発見。何これ、カドゥーで変なあれ、ない体組織になるの。巨大な魚に似た水性形態に変異する。この変異は本人の意思と制御不能、血管が多いエヴァの器に溢れてき。これは、ああ、巨人ババアドミトレスク。新人代謝の増加が著しい。外傷を切っても瞬間的に組織を再生し、爪を短時間で成長させることもできる。突起事故です。先天性の血液疾患による定期的に他者の血を経口摂取する必要がある。ああ、そういうことか。他動物などの代謝バランスが崩れた場合、細胞分裂を制御できなくなる懸念もある。ああ、それでナイフが効いたってことか。これが、ああ、あれか、いつか。
ドナ・ベネディエント・ドナ。肉体点は普通の人間とほぼ変わらないが、特殊なシグナル物質を分泌、放散することで特域に感染した植物を操作できる。また特定の植物の花粉を吸引させ、多生物に幻覚・幻聴を誘発させることも可能。ただし、精神的に未発達であり、愛用の人形に自身のカドゥを株分けし、ああ、やっぱ本体と人形って感じだったね。ミランダ、あ、ミランダの娘か、これ。ああ、一応育ってたんや、子供。なんで？なんかあって、あれしたってこと。我が子ミランダ、有給の時々、ランドのこと、雪道で死にかけて、大学生のことはもはや覚えてないかもしれませんね。15年前、村で過ごした日々は、私の人生で最も刑事に見た時間でした。生物を感染によって変異させる発想には稲妻のごとき衝撃を受けたものです。これこそ人類の工事への進化という私の理想を体現する手段と確信しました。二度の世界大戦を経てもなお、次の最終戦争を迎えようとする人類を見るに、今もこの考えは少しも変わりません。あなたの目的は一人の死者の復活。私が目指すものは人類全ての進化。つまりあなたの研究する菌類では私が求める爆発的感染力は実現できない。やはり先行のウイルスこそ手段にふさわしい。それがあなた、私があなたの元を去った理由です。別れを告げなかったことを後悔しております。え、そういうこと？これぐらいにして頼りを差し上げたのはある5億のためです。私は進化を鍵を見つけました。アフリカの奥地にもシソタルウイルスを研究基盤となる企業も友人たちと起こす予定です。会社の名前アンブレラ、アンツと語らった暗洞窟の紋章が由来です。いよいよ我が理想の実現が迫りました。あなたに成果をお見せできる日が待ち遠しい。全てはミランダ、あなたの死があってこそ。忠誠の死に啓幕を込めて。オズウェル・イースペンサー。スペンサーが村に。そういうこと。バカな。え、発端がこの村ってこと？結局全ての。この村に医学生としてスペンサーが来ちゃったから、スペンサーがウイルスを研究して。これイブリンか。エブリン。私のエヴァ。100年前お母さんはスピン風邪からあんたを救えなかった。あの時母さんは何の力もない、ただの女だって。でもやっと均衡にとらわれたあなたをこの世に迎えらせることができる。生命力を試すためにローズを均衡の制御機体で聖杯で復元し、そして均衡ということをする悲願の儀式がついに実現するのよ。あなたを失った後、死に場所を探して舞い込んだ動物で均衡を見つけたのが偶然だった。流れる黒いものに触れると僕は頭に膨大な情報が流れ込んできたわ。それはこれまでの均衡が分解吸収してきた死者たちの意識の残滓。私は思った。金の中にあなたの意識が保存されているなら再び復元することだってできるはず。そう、金庫に適合する器さえあれば。村に戻ると村人どもに金を植え付けて母さんを崇拝するよう意識操作した。うん、母さん、母さんを崇拝するよう、ミランダを崇拝するように。オルカの上に戦中からカドゥーという感染を媒介する寄生体も作ったけど、研究はうまくいかなかった。まれにオルチーナみたいな反敵号令もあったけど、ほとんどは理性のないライカになるはず。研究協力したいという組織に金とあなたの何だっけ、俺、はい、わかんねえ、提供したこともある。結果的損ないのエブリンだったけど、
でも奴らからローズの情報を知ったのは収穫、求めていた器だと確信した。妨害もあったけどローズの検証は済んだ。いよいよ研究が完成するのよ。エヴァ、母さんはお前が待ち遠しい。あ、エブリン、え、エブリンのお母さんのこと、これどうどう、あ、ちょっと混乱してきたこれ右、一番右がミアで、右から三番目がミランダ。で、その娘のエブリン。かはちょっとわかんねえな。おお、間違えた。びっくりした。はあ、なるほどな。そういう話か。これも顔がミランダか。これ手を上げろ。アンバーアイズ、ミランダは今どこにいる？まだ採取場だ。何かの準備をしてる模様。これ本物でしょ。驚いた。本物なんだな。無事でよかった、ミア。どうしてここに？突然捕まって、いろいろと検査された。ミアと言ったか、ミアウィンターズ。ああ、本人だ。そっちの状況は？さながら戦争だが、なんとかなりそうだ。任務を優先しろ。俺はこれから採取場へと向かう。待って、ここに置いてくつもり？約束したはずでしょ、私たちのことを守るって。全てあなたの言う通りにした。こっちに引っ越したのだって。家族と一緒ならそれでいいと思ったから。ねえ答えて、夫は今どこにいるの？私の娘はどこ？イーサンはもういない。救えなかった。だがローズは生きてる。来い、ここももう危険だ。いないってどういうこと？死んだ。残念だが今は逃げるんだ。この村を爆破しないと。ダメ。え、でもイーサンの死体回収できんかったの？隠し通しておきたかったけど。あなたは彼が特別だってことを知らないの？イーサン、エブリンにあれする前からやばいやつやったんこれ。どうなってるんだ？不死身やん。誰かいるのか？どうしてこんなとこに？お前は死んでる。死んでる。そうか。俺はミランダに。
いや、俺はローズを助けに。違うよ。ミランダのせいじゃない。お前はずっと前から死んでる。何言っているんだ。俺はまだ。ほらね、ミランダに殺されたんじゃない。一度もおかしいと思わなかったの？今まであんなに傷ついてきたっていうのに。思い出して。3年前のあの日、ベイカー邸で、お前はジャックに。え、死んでたの？お前はとっくに死んでたんだ。殴られただけじゃなかったの？あれ、ありえない。え？だから動けるはずがないんだよ。いい加減なこと言うな。え？動けるはずがない。わかる？ふざけるな。金で動いたってこと？じゃあ今までの俺は。俺は自分で。ローズ、ミア、俺は。うん、やっぱ死んでたのわからへんかった。お前の体は全部カビでできてるんだよ。え、あ、そういうことやったんや。お前はもう二度と家族には会えないよ。家族。え、俺の家族。ダメだ、ローズ、ローズ助けないと。娘よ、お前はもう死んでる。死んでるんだ。え、でもカビや、カビならあれやん、エブリンのあれで動かせるはずやん、本来。助ける。え、死体にあれしたってことやな、多分。金をあれして。だから、なんか、あれか、ジャックが家族にとかずっと言ってたんか。殺して金をあれして、家族に仕事してたってこと？ようやくお目覚めですかな。あ、デューク。ここはどこだ。デュークは拾ってくれたのか。私の馬車です。ひどくうなされてましたね。デューク、ハイゼンベルク教とは激しい戦いでしたな。何もえね、ましてやミランダまで現れるとは。なんか呼び捨てなんだ。どれくらい寝てたんだ。もうすぐ夜明けです。これまた一夜の話。頼み、セブンみたいに。ミランダのところ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。ありがとう。しかしよろしいのですか。そのお体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ。それよ、お前って。私自身も存じかねます。着きました。助かったよ、ウィンターズ様。あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。
ああできてるさ。急がないと。ん？買い物差しくれへんの？マグナムの弾ぐらいくれてもよくね。だってあっち行けへんのかな。機体とかあるんだけど。武器や持ち物は十分ですかな。ちょっとわからないっす。やば。おお、これは機械と命のアサンブラージュ。ハイゼンベルク教の鼓動を感じますな。あげる。これが最後の取引やも。お買い残しのございませんよ。 V61 ってスコーピオンやな。ああ8万か。いやーこれやべえな。アップグレード費用やばマジで高すぎる。2500万、2300十分やった。弾218発、ショットガン46スナー61。それを選ばれると思ってました。いやこの辺引けんかったな。勝利は苦労人を好む。どうかお気をつけて。世話になった。ちょっとあっち行けんかな。そもそもってかどこに向かうん？あ、てか全然拾ってないわ。やばっ。川岸の隠し方法ですか。あ、これ船で行くんか、もしかして。人食い鬼の略奪品。人食い鬼さん走ってへん？違う。邪魔をするな。いや、この右に行きたかったんやけどな。いや、めっちゃ取り逃したな、これ多分。私の愛しい娘、さあ出ておいで。ヒーさんマジか。死んでたのか。エヴァ、お前なのかい。カビやろ。ああ、どれほど会いたかったか。なんだ。私の力が奪われていく。ローズ！ミランダ！興味深い。やはり普通の人間ではない。だからみんななんか興味示した。さっさとローズを返せ！早く！
小賢しい、今度こそ息の根を止めて。今だローズを。ゴリス合わせ。こんな気分なんだ、生涯を費やしてきたんだ、なのにそれを奪おうというのか。誰にも渡さ。我が大願がなされる時が来たぞ。やめろ。ローズはこの私のもの。どうなってる。お前の役目は終わった。我が偽りの子らを始末し、大いなる金魂を目覚めさせる。ローズのことなら何も心配はいらない。私が真の幸福を与えてやるから。だからお前は安心して死ぬ。永遠に。お前だけは許さない。これはどうだ。私とて同じこと。どうしてわからないんだ。ローズはお前の娘なんかじゃない。俺の子だ。私の邪魔をするな。あ、いてててにいた私を救い出し、この素晴らしい力を授けたもうたのだ。ああそうだ、金婚のせいで行かれたんだ。何もせずお前は直に死ぬ。
れだ。さあ死ね。ローズとなりにバーでなるものか、私の手は渡さぬ。あー、いてた。ローズのことは私に任せるがよい。しぶといものだ、吐き気がする。私の娘のため。胸を貫かれ生きられる人間だろうな。お前はこちらから来る。二人とも、四人の新たな子供も、百年にわたる我が孤独を埋めることはなかった。それがお前の本質だからだよ。お前は誰も愛せやしないんだ。夢を叶えて見せるぞ、必ずだ。死ね。愚かなまでもここまで。ローズの力が。イーサン、イーサン、おいイーサン、おいイーサン起きろ。まずい。クリス。イーサン、やったな。奴は終わった。それは俺も同じらしい。
イーサン、逃げるんだ。あれ、金品本意味。足を止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ。今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ。ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる。生きてるんだ。ミア、許してくれ。愛してる。ローサ頼む。おい、立て。おい。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。守ってやってくれ。強くなれるよ。うっ、くしろ。来て、ローズマリー。イーサン、出せ。離陸だ、急げ。待って、イーサンはどこ。急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ。置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。イーサンがどこにいるのか教えてちょうだい。私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて。どこに。今のは何。座ってろと言っただろう。いやよ、イーサンは。クリス、あなた何をしたの。彼は死んだ。救えなかった。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない。隊長、これを見てくれ。BSAA がよこしたのは兵士じゃない。は？ BOW だ。奴ら何考えてる。隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。付けを払わせてやる。Thank you.
欲深い子だ。受けた恩も返さずに魔女がそう言うと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。そこへやっと少女の両親が助けにやってきます。父親は魔女に立ち向かい、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます。娘を頼む。母親は少女を連れ燃える森から逃げ出しました。焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供はベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見ると言います。いやいいさ。俺も言ったわいやほら、いやーやわ、マジで。いい感じに、まあ次作れそうに終わらしてるな。終わりかなって思ったけど、スペンサーの話出したから。これスキップして大丈夫なのかな。死人になっても娘を救うイーサンに泣いた。いやー、ほんまそれやな。ローズ男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら。はい、違う。あ、なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。姉さんね、お父様はシャチとは違うんじゃないかしら。ローズか、やっぱ。父さん、誕生日おめでとう。
先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。クリスか、チョンか。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。Eさんのジャケット。なあ。ああ、見つけた。例の場所だ。こんな日に限って。君の出番だ。頼むぞ、エブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろ、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ。問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。ん？今なんか車の横に人影なかった。お父さんのストーリーは終わり。終わった。9時間まあ大体まあ聞いてたぐらいやね。これであれか、無限弾とか。いやあ、まあ取り手なすごいな、これ。いやあ、これ次回作はローズ主人公ですね。え、マーセナリーズあんのこれ。マジか。あるね。難易度はどこは、ビレッジオブシャー最高難易度か。え、なにこれ。これは全改造やな、多分。やば、ポイントクソいるやん。イーサンやっぱ顔出さへんや、絶対。見れへん。ハードコア？なんでビレッジオブシャドウズ？クラフト画面60回。あ、これ1回撮ったやつはもう撮れへんってことか。60回、100、300、鍵焼き、キーピック、
トレジャーハンター動物40体サッカー選手インターズ家の寝室から隣の主催にボール運ぶ。ああ最初のあれか。カラス5は村にある屋外トイレ。こんなんあるんや。大空洞で運搬中のゾルダートをちょっとさ、はあ、はいはいはい、はあ、あったね、なんか。これ、いけてないんや。あと2個やったんか。そうにて、もろ、アイカに火をつける。ナイフ、禁止武器で火を撃ち落とす。バルコラッカアルファ？これあれか、でっかいやつか。いやーこれあんのか。いやーなんかモライカの手から武器を撃ち落とす。うわーヘッドショット足りてねえ。いやーありそうでしょ。めっちゃあるな。ドミトレスク夫人変異2分30秒以内に撃破。アンジを1分40秒以内に撃破。モローを1分以内に撃破。1分、あハイゼンベルク電撃作戦4分以内。いやーこれはいけたな多分。これきついやろ。52911結婚記念日。52年ってことこれ。2009月11日。これ何810バイオか。いやー、14個あんなと。わかんねえ。マジか。いやー、これ4回以内、やば。これは、普通に、ナイフマスター。近接武器以外で敵を攻撃せずにソリクリア。ナイフマスターマジでやば。クラフトを行わずにソリクリア。何これ、やば。こんなんあるんや。サンキュー。アーセナリズ。マーセナリーズでもこれ稼げんのかな、ポイントって。これ強いんかな、なんか威力とか。これやばそう。なんかアンサラーって何やっけ。エルゼットアンサラー。これエルゼットアンサラー。いやーやっぱレミ弱いんか。 V61 カスタム6161か。
し。ハイゼンベルグの鉄槌ってあれ組み合わせるんか、辛辣シャフトか。はあ、ライトセーバーみたいな感じか、マジで。でもマジでライトセーバーや。あ、そうか、なんかあったな、なんかナイフだけでクリアするみたいなやつか。マーセナリー全部 SS か、きつ。それがあればナイフクリア余裕そう。なんかめちゃくちゃ強いっぽいな、なんか。この一本でだって、なんかモード切り替えで、ライフスティールとか、ガードした敵を吹き飛ばすとか、なんかあるから。あ、だからあれか。回復も。あ、でもあれか、まあ。高難易度やときついやろうけど。低難易度やったら、これ多分回復しながら攻撃して強っ、わら、うん、だよね。なんか攻撃が高いモードと回復できるモードとガードでノックバックみたいな。いやー、僕ハンドガンあっち育てとけばよかったな。無限武器取って2周目してる。ああ、俺も、このゲームは周回してもいいな。ちょっと人形の役だけちょっと苦痛やけど。いや、M1911、あれすればよかった。多分2周目でできるか、すぐ売ってくれるんかわからん。他の無限武器あれやもんな、結構 CP めっちゃいるから正直きつい、ね、改造費用とかも考えて。今 1911 改造強化費用全部で25万ぐらい。CP4000 か。若干足りひんのか。周回するか。
かもう金策の仕方ってマジでこれ宝物集めとあれしかないよ。無限湧きとかないやろし。グレポンかアサルトライフル解放が一番強そう。あー、でもね、結構なんか CP かかるっぽい。グレポンリロードあるからな。無限ってリロードなくなったっけ？周回しかない。一生周回してたからやん。バイオ5とかやったらずっとやってたけど。アサルトライフル。ああ。リロードある。あ、リロードやっぱあるんや。グレポンだって CP8 枚いるで。無限解放。他のアサルトライフルも8万とかかな。まあなんかクリスが使ってる武器やとなんか購入費用ほぼないみたいな感じらしいけど。いや、初期ハンドガン弱すぎてな、マジで。ちょっと、無限化したところでみたいなのある。ミスったな、武器強化。8万ポイント。3万5000しかないか。デュークマジで謎やねんけど、なんなんあいつ。周回してもすぐあれか、イベントスキップできます。そうやしな。貴族説があるらしい。え、あ、そうなん。ちょ、なんかよく分からんな、あいつに関しては。だって特にだってなんか周回にも参加してなかったし。まあでもなんか元からみんなのこと知ってるような口ぶりやったからあれやけど。195の23発とか、しかもフルオートで打ってるし。V6 値は重すぎるな。改造費用110万でないね。そんな稼げるゲームかこれ。やば。貴族の関係者。確かにな、どこでもあの
かの地域にずっといたからな。あ、そうだね、確かになんかデュークが商談してる形跡はあったから。まず終盤で品種のイーサンを作ったのがデューク。イーサンはデュークに招待を尋ねる。私も存じ上げません。貴族の公爵って意味らしいし。ああ、はいはいはい。え、てかやっぱあの。ルイーザの屋敷の前にいたやつ、やっぱめちゃくちゃ強い個体なんやな、あれ。なんか。8万のトレジャー。レジャーがな、全然集めれんかった気がする。タイミングミスって取れんかったやつ結構あるんやと。ビリッジの RTA って
何時今？4時半。やば。いいビル。ビレッジで登録されてる。レギュレーションが多分決まってないのか。久々にバイを周回するか。何だ。結局小林さんってツイッチで配信してたんじゃないの？ I am hard。 はい。いつ感動した。あ、いい話やったね。なんか正直今までのワン、ツー、スリーとか話さらっただけはしてたよ。あれしてた？なんかビデオないんやけど。消した？まあ今ハードってこと？イッツライアン FTW で外国の人かな。TW なんかビデオ残ってない。なんでやろ。見ながら寝ようと思った。ないね。ないよな。消したんかな。最初の設定で残るようになってた気がするけど。は？英語で、さけつか。今日もするらしいよ。あ、そうなん？夜？
いつかはわからない。ああ、なるほどね。16cm。16cm？ってこと？あれ、なんか16分前になんか知らん人に殺されてる。ホマユン1998。ソメオネイス、ナメ、イン、デス、チャット、イス、フェイト、ロル、さすがに寝るね。お疲れ様です。じゃあ、ありがとうございました。しかし、人差が何、何て言ってるのかが分かる。フィート。フィート。おつつ。疲れ。Why someone's name in this chat is feet roll? なぜ誰かの名前がチャットのフィート。フィート。フィート。ん？I can't understand. Sorry. Ah, it's not there.アイベ、ゴムプレテド、デス、ガメ、ソ、デアットエス、イット、フォア、トダイエス、ストレアム。プレアセ、コメ、バック、アンド、ワトチ、ストレアム、イフ、ヨウ、リケ、